オバーリン市にあるアレン郡庁舎アレン郡はアメリカ合衆国ルイジアナ州の南西部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は25,764人であり、2000年の25,440人から1.3%増加した。郡庁所在地はオバーリン市であり、同郡で人口最大の町はオークデール市である。アレン郡は 元南軍の将軍で、ルイジアナ州知事を務めたヘンリー・ワトキンス・アレンに、ちなんで名付けられた。1912年にカルカ州軍の北東部が、分離して、アレン軍になった。2008年9月27日、アレン軍観光委員会が、オークデール市の2階建て建物に、レザーウッド博物館を開館した。この建物は20世紀初めに病院として使われて、おり、 女性たちが2階のバルコニーで出産の時を待っていた。この博物館は、軍内の農業と林業の歴史に焦点を当てている。2階には、稲の茎を切っている写真や機械、初期の歯科と医療の器具、第二次世界大戦時の演習の写真、南軍兵、デイビッド・ダンからその妻への手紙などが展示されている。ダンは、ダンズビル。 後のオークデール氏の設立者ウィリアム・ T ・ダンの祖父だった。教室には、ルイジアナの高校スポーツで表彰された人物の展示品がある。その中でもオバーリーン出身のホイール・グランジャーは、ルイジアナ州スポーツの殿堂入りした、ヒューストン・オイラーズのスターであり、博物館の開館時には挨拶をした。その他の展示品としては、こうシャッタ族インディアンに関するものや、 軍内で開催される、マルディグラである、クリール・ド・マルディグラに関するものがある。アレン軍観光委員会の会長アダグリア・ハドックは、この博物館の建物が病院として使われていた、以外に、寮としても使われ、またレザーウッド家の家屋でもあったと語った。この家屋は1888年7月3日の完成である。レザーウッド家はこの建物を1986年に、 博物館に転用したが、10年後には、資金不足のために閉館した。2005年、この家が、アレン軍観光委員会に寄付された。1階には建築当時の衣類や加工品を含め、典型的な家庭内の調度品が展示されている。ハドックは、アレクサンダーデイリータウントークが見で、家庭の雰囲気を感じ、博物館の部分を探索できることを望んでいると、 語った。エレベーターがあるので、障害者にも対応できる。ルイジアナ州は、建物の修復に6万5千ドルを手当てした。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は766平方マイルで、あり、このうち、陸地764平方マイル、水域は1平方マイルで、水域率は0.15%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。アレン軍は大統領選挙やアメリカ合衆国議会議員選挙で民主党の強い地盤である。2000年以前に共和党候補者が大統領選挙でアレン軍を制したのは1972年のリチャード・ニックソンが最後になった。2000年の大統領選挙では 共和党のジョージ・ W ・ブッシュが接戦でアレーン軍を制し、この時からは共和党の地盤になってきた。2008年の大統領選挙でもジョン・マケインがアレーン軍総投票数の3分の2近くを獲得した。連邦議会会員では第4及び第5選挙区に属し、どちらも共和党議員を送り出している。議会,会では第32選挙区に属し、 民主党議員を送り出している。上院は第28選挙区であり、やはり民主党議員を送り出している。アレン軍図、アレン軍教育学区が地元の公立学校を運営している。レジデンツ・アレ・ゾーンド・ツー・アレンパリッシュ・スクールズ、チリ。ありがとうございます。